なっちゃん480円で、あー惜しい惜しい。多分メニューがうわっと多いや、メニューが多いんで忘れてますよ。おはようございます。おはようございます。どうもあさんです。ということで、本日12月23日大阪府交野市頂上決戦です。ということで、もう入場終わってますけど、バカモンと見ました。で、まあ、前回ね、僕バカモンで、ね、大爆発したんですけど、僕頑張ってた。あと、アンビシュでね、過去にやった企画あるんですけど、プロと素人のさ、一体どれぐらいあるのみたいな、この2つをね、もう一緒にやろうかなと思います。今日バカモンやったら、まあ、もうほとんど決まらんすもんね、あれね。はい、あんま決まらんすもん。はい、難しいんですけど、まあそこはちょっと変わってるけど、データ的に過去のデータ見れないんで、なんとも言えないんで、もう口頭で説明するしかないんですけど、そこはちょっと信じてもらえてっていう感じで、であとは、まあ、僕ね、前回多分あれ6万発出してるんで、得意なやつなんで、6万発出した後何発出るんかみたいな、まあ、また6万発ぐらいいっちゃいますかということでね、頂上決戦で、まあ、まだ全然基地とか分かってないんですけど、まあ、そういうの探しつつ、まあ、頑張りたいなと思います。ということでお願いします。お願いします。休憩終わったんですけど、僕のバカボン今22ぐらいありますね。なんと4台あるんですけど、まあ、この中でもトップ取ります。ちなみに僕が取った時には1人も座ってたんで3台中選びました。その中でも、まあ、1番ね、22やったら1番になるんちゃうかな。まあ、最後にちょっと周りの人に聞こうかなと思うんですけど、このお店大体頂上決戦した時に、まあ、コンセプト作ってくれるんですけど、昔やったらサミー系縛りとかレバブルハンドルみたいな。で、今日多分対象が SAO、ワカボン、リング、あ、エヴァ、ゴジェワカのアマデジかな。これ結局何なんやろとか考えよったんですけど、実はね、開始1時間経たずぐらいで超絶ヒントもらいまして、視聴者さんから、おばさん最近動画何打ちましたって言われて、え、動画出したやつ何やったっけなみたいな考えた時に、 SAO、ゴジェワ、まあみたいな、確かに僕がつい最近打った台がまあ、なってるっぽいんですよね。で、結構調べてみたんですよ。過去の動画。5本分ぐらい。ほんなら、全部合ってました。多分それでしょう。なので、おそらく2023年最後、12月最後に、まあ、僕の動画見てますよっていう、多分アピールですね。これは。だから、まあ、多分、今日のコンセプトは、僕がこの動画で過去に出した機種を対象にしてくれてるっていうことやと思います。これで多分合ってると思います。
すごいわ。これちなみにあのヒントもらわなかったらわからんかったっていうか、ほぼ当たってたんだよね、その人が。すごいっすよね。ほんまにすごい。しかもその人売ってなかったんですよ、うん、もう番号悪くて売ってなくて、まあ、徘徊しとって機種をあぶり出して、こういうの動画みたいな感じで教えてくれたんで、まあ売ってないんで何とも言えんすけどねみたいな言ってたんですけど、もうおそらく多分それで合ってると思います。すごい。ということで、あら戻りますか。頑張ります。頑張りましょう。充電なくなったんで充電取りに行きました。最近ねパチンコ屋さんにあの USB ついてるとこ多いんですけど、ないとこ困るな。結構あった方がええな。普通にあったとてね、たまーに壊れたやつあるんでね、充電器探しますわ。これはやってるわ。あた充電ないは致命傷や。あるか。ないんちゃう。これないやつや。せっかくこう見に行ったのに充電器ないやん。最悪や。やばいな、これ。もしかしたらこれ充電まず切れるかもしれんし、撮影できひんかもしれん。やべえ。
回状況確認します。おそらくやっぱりコンセプトは、僕の過去の動画だったんじゃないやと思います。エヴァンゲリオン粘ってる人おるし、オーミも粘ってる人おるし、ちょっとミスあるけど全然いけるやつはあるって感じかな。で、僕が直近打った台がバカボンの新しいやつ、僕が打ってるやつね、今のカグヤとステオとシックとボジェマナーマンなんで、そこはね、めちゃくちゃみんな粘ってますね。まあ、それで間違いないと思うんで、今回のコンセプト。自信あるかな。そういえば、レイコさんの様子見てなかったんで、ちょっと見に行きますわ。先生を打ってるはずなんですよね。めっちゃ出てるけど、めっちゃハマってるわ。たこ焼きは共有しても怒られないんですよ。はい、パチンコの玉共有しても怒られるんですけど、はい、一応12玉あるんで、僕爪楊枝でいいっすよ。女子やから。熱いっすよ、絶対。いただきまーす。熱いんちゃうんすか。今のごっつおっさんでしょ。これは熱いでしょ、絶対。うわ、そんな熱いっすか。いや、だいぶ、まだまだ。そんな、全然熱ないっすか。いや、まだ中行くやん。行きます。あっつうまいけど。21時過ぎでもう終了しました。本日12月23日、頂上決戦やったんですけど、強かったっすわ。またね、めちゃくちゃ強かったっす。強かったですね。坂の毎回レイコさんの満足げなこの声でね、分かるでしょ。僕バカも4台あって、まあ、一番回るやつをね取るっていう思ってたんですけど、最後ね取ってもらって、入った時はもう埋まった、もうそう取られとったやつ23.5やったらしい。おめでとう。バカボンバカボンの23点ですよ。それ僕聞いた瞬間に、って言って、僕が絶対トップやと思ってたんで、僕 21.9。で、まあ、左右の人は21点ちょろとか。残ってたやつだけで言ったら、まあ、結果的には、まあ、いいやつ取ったんかなっていう感じでしたね。もう、アンツーはもうデータ見えなかったんで、わかんないんですけど、まあ、1408ぐらい。アイシャド 104.8。あんま決まってないです。けど、ヘラさんだけで、ね、足という感じで、どうでした？レイコさん SA を途中から打ってましたけど。24.5?SAO で負けられません、ゲーター多分大丈夫です。やばいっすね。ちょっと今日はあの通常あんまり回してなかったんで、まあ、そこがちょっと悔い残るんで、めちゃくちゃ内容が良かったのに画面つく1回転でも多くみたいな姿勢を取れなかったっていうところが今日の反省で、まあ、しょうがないですよね。ちなみにそのコンセプト的なやつって昼ぐらいに言ってるんですか。もう確定っすね。コンセプトってやつですよ。ここは言うから毎回ね、コンセプトしかない。今回は僕が過去に売った動画5機種やと思います。めっちゃ見てくれてるっすね。はい、めっちゃだから僕の2023年見てますよっていう多分最後にアピールしてくれたんちゃうかな。嬉しいことですよ。すごい。めちゃくちゃ強かったっすよ。そうっすね。はい。2024年もね、もし機会あれば、よろしくお願いしますということで、コンセプトというものを作ってもらってありがとうございますみたいな。僕といえばコンセプトみたいになってますよね、今ね。ここの店のおかげで。そうですね。はい。あ、確かにそうですよね。そうでしょ。はい。ってことでね、2024年もお願いします。お願いします。2023年もありがとうございました。2024年もよろしくお願いします。良いお年を。